カエルペットコーナーやったったどうも、大丈夫です。はい、今回はカエルペットコーナーです。はい、今回はこの200円のガチャガチャで買ったヨーヨースクイのおもちゃと、あ、おもちゃをこの水槽に入れてカエルを回してやります。アマガエルはまだあんまり慣れてないから、まずは先輩のシデギル君たちからやっていきましょう。いいね、かわいい、かわいい。次はおにぎりくんです。かわいいね。で、飛んでくと。さあ、ボルタくんもね。あー、ちょっと主がボタクタしてたから。はい、このカエルブランコね、前は緑だったんですけど、新しく黄色に変えました。かわいいでしょ。そして今反射でわかると思うんですけど、私シャツです。ランニングで撮ってます、撮影。いやー、大福もね、餌をね、よく食うようになったよ。そして、大福がさ、緑になったんだよね。さあ、家族団らんしているところで、家族じゃないけど、クロスケや？いやー、クロスケね、急になぜか食べるようになって。すごい慣れたよ。いや、なんかクロスケだけ手とか黒いの可愛いよね。次、テルユキ。で、隣でウーパールーパーが見てる。見れないけど。やっぱね、テルユキはね、普通の虫よりミルアムの方が好きらしい。なんでだろうね、そういう種類もいるんだね。この、なんか、口開いてるところ可愛い。そして、おちびが。もうね、おちびがね、僕が餌あげることを分かってるんだよ。僕じゃないです、俺ですよ。おにぎりもね、いい顔で食べてますね。いやー、なんだこの潤ってる顔。お、ウパルパ来ました。ウパルパね、俺が来るとめっちゃ泳いでくるんだよ。餌餌ってめっちゃ餌欲しい。でもカメラではあんまり感情出さない。いや、こうやってさ、ウーパーをこうブンブンブンってやらせるの楽しいんだよ。まあ、ストレスがかかんないよ。はい、そして次はハヤ太郎です。最後だよね、いつも。いや、ごめんね、ハヤ太郎。君は、あんまり取れ高がないって言ってもあれだけど。だってさ、食うシーンとかあんまないから。ただ見てるだけ。登録してね。